っとっと、これはいけません。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。ほぼ横一線のスイートラインになりました。1マークへと向かっていきます。1番、2橋の陰線です。2番の島田が差し込んでいきます。3番の原田が外行きまして、内側から5番黒柳の差し、2マーク差しが届いてきまして、2番の島田が先頭を奪っています。2手審査、2番手に1番の2橋、その2橋に対しまして3番手から5番の黒柳が追っていきます。差がなく4番杉村、6番の渡辺、ラストが3番の原田。スタートは前提正常でした。1審2マークトップ旋回は2番の島田、2番手ですが、1番の2橋の内側を突きたかった6番渡辺は届かず、ここで2番手争い1番の2橋に抜け出しています。逆に3番手が内側切り裂いてきました。3番の原田が追い上げてきまして3番手、2停審査4番手に4番杉村、6番の渡辺、5番の黒柳、ラストに交代。レースは2周回目の1マークです。あっと、後方にてアクシデント、外枠の両者がアクシデントになりまして、現在の体勢は2番、1番、3番の体勢で2周にマーケットを移っていきます。なお6番の渡辺、6番の渡辺は妨害失格となっています。そして5番の黒柳、転覆失格です。ようやく気温が11度となりました。ボートレース江戸川です。現在風はスタートラインに対しての追い風方向です。南寄りの風が3メーター前後吹いています。迎えたカードは予選競争の第8レース。この8レース、3号艇で使用予定でした渡辺選手が欠場になりました。5選手の対戦です。新年から 1,2,3 そして4 1,2,4 そして 5,6 です。スタートしました。ダッシュをつけた2人、5番のイクラと6番の坂本、いいスタート決めてきました。1マーケット向かっていきます。1番小原の陰線、2番の吉田が差し込んできまして、3コースから4番の向井所がまくっていきますが、バックに入ってスローから起こした3選手の先頭争いは2番の吉田の差しが一歩前か、外側には4番の向井所、真ん中に1番の小原、その後ろには6番の坂本、さらには5番のイクラ。スタートは前提正常でした。1周2マーク先頭争いですが、2番の吉田が内側から先取りしていく。4番の向井寺は後席をまたいできまして、ホームへと戻ってきました。4番、おっとっと、一定アクシデントで1番の小原転覆状況になりました。先頭は4番の向井寺が差し込んできまして、2番吉田との先頭争い、離れた3番手は6番の坂本で、レースは2周回目1マークです。突破争いですが、4番の向井所が2番吉田を牽制しながら回ってきまして、ここで4番向井所先頭に立ちました。2番の吉田が2番手、3番手6番の坂本、4番手に5番のいくら。現在の体勢は4番2番6番の体勢で2周2マークへと移っていきます。2周2マーク回ったところにはレスキュー、そして自己艇がおります。4番の向井所がトップで2周2マーク、そして自己艇、レスキューの外側を回っていきます。2番手が2番の吉田、そして6番の坂本、3番手です。4番、2番、6番の体勢で大時計前を通過していきます。レースは最終周回へと入っております。なお1番の原は転覆失格となっております。2マークから1マーク方向に強めの上げ潮、そして同じ向き、風は南風で緩やかな風、現在のところは3メーター前後の風速です。レースは予選特賞の2つ目第10レースです。この10レース、1号艇で使用予定でした黒柳選手が欠場になりまして、5選手の対戦です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。6コース5号艇吉田、3コース3号艇谷本、インから1号艇厚木もまずまずのスタート。まず1マークインから先手1号艇の厚木、まくり出しに構えていく3号艇谷本、さす2号艇の川上、まくり出して5号艇吉田、そのうち4号艇佐藤明でバックスレッジ、逃げる1号艇厚木の懐から5号艇の吉田、さらにそのうちから4号艇佐藤も船を伸ばしていくか。スタートは正常。一瞬の2マーク、ちょっと1手2手絡んだか。1号艇の厚木拓郎がトップターン、そして
して2番手で6号艇の前田かける、3番手3号艇谷本浩二、現在上位は1番6番3番163の3艇だけが構想している状況。2マーク付近で5号艇吉田、4号艇佐藤は止まっている状況で、2号艇川上にはアクシデントが発生している状況。2周の1マーク1番6番3番163がクリアしてスリット裏を抜けていくところとなっています。3艇による構想となっています。ここでお知らせいたします。2号艇川上、4号艇佐藤、5号艇吉田、2番4番5番は失格、2番4番5番の3艇は失格となっています。新入員から1番2番3番5番6番、4番です。スタートしました。3コース3号艇の田村、2コースから2号艇の石木、2、3コースの両者が好スタートを切っています。そのまま1周の1マーク、しかしインからまず先に回る1号艇野口、さす2号艇の石木、そして3号艇中村は落水か、そして5号艇の広瀬、4号艇堀本が続いてバックスベッチ、陰線持たせました。1号艇野口和弘が先頭、リーダー4停身、2番手争い2号艇石木が1停身から2停身前、内側から5号艇広瀬迫る、なおスタートは正常です。1周の2マーク2番手争い、内々を運ぶ5号艇の広瀬に対して握っていく2号艇石木正明でホーム直線コース、2番手争いは2号艇石木正明が4停身先行、3番手は5号艇広瀬、そして4号艇の堀本の争い、5番手に6号艇服部となっています。なおここでお知らせいたします。3号艇中村は失格、3番は失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇の長岡、そして5号艇の石田、好スタートを切っています。インから先制、1号艇の長岡、サス2号艇藤山にまくり出す3号艇の丸岡、その後ろ外に5号艇石田が続いています。先頭1号艇長岡亮也、リードは2停身、内から迫ります3号艇丸岡、その後ろ5号艇石田外、最内からは6号艇君島、間4号艇広瀬が続いています。スタートは正常です。先頭1号艇長岡、3号艇の丸岡に外握っていくのは5号艇の石田、内からは6号艇君島が続きます。先頭1号艇長岡亮也、2番手は3号艇丸岡優勢、外から迫っていくのは5号艇の石田、その後ろは離れています。4号艇の広瀬と6号艇君島、4番手争いに並んでいます。2番手争い2周1マーク、3号艇の丸岡が先に旋回、切り込む5号艇の石田、前を追っていきますが、2番手は3号艇丸岡、リードを広げまして現在の体型は 1-3-5 の体型、離れて4号艇広瀬単独4番手、6号艇君島、2号艇藤山の順で2周2マークに入ります。先頭は1号艇長岡亮也、2番手は3号艇丸岡正則、3番手5号艇石田聖子と上位体型1番3番5番手ホームストレッチ、離れて4号艇の広瀬、外に2号艇の藤山、内6号艇君島最高峰でこれから最終周回です。陰線逃げた1号艇長岡亮也が先頭、3号艇丸岡正則が2番手、3番手は5号艇石田聖子と上位体系固まっています。1番3番5番です。なお2号艇藤山にアクシデントがどうやらありました。135の体系ですと3連単の組み合わせは 11.3 倍です。先頭1号艇長岡人気に応えました。3号艇丸岡2番手、3番手5号艇石田聖子、上位体系135、先頭1番長岡5輪、2番手3番丸岡5輪、3番手5番石田が5輪、4番広瀬、6番君島が5輪、なお2番藤山正弘は転覆のため失格、2番藤山正弘は転覆のため失格となっています。5日間シリーズの第5回アワー混合 IT ソリューションカップシリーズ4日目前半戦が終わりまして、競争水面上後半戦の対戦カード第7レースの一般戦を迎えました。この第7レース5号艇の松田勤ですが急病のため欠場となっています。3対3第4レース、インコースからは1番2番3番4番5番6番でスタートしまして、スローの3艇際どい行き過ぎ、一周一マーク先前1号艇3号艇付け前行って2号艇が刺して、後ろから5号艇 VR 4号艇6号艇旋回でバック側です。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして1番3番はフライングのため変換欠場となりました。
1番3番に関します投票権は全て返還されますので、どうぞ大切にお持ちください。進入隊形はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースから4コースまで内寄り4艇は揃ったスタートになりました。1周1幕1コースから出ていく1番島川、2コースから原田が幕に行く、しかし届きません。内をついて3番山本ですが、2番手まで1番の島川が逃げます。それでも3番の山本直線だいぶ差を詰めてきましたが、まだ一定審判と先頭まで下がります。スタートは前提正常。2番手らしい内側伸びてきたのは4番広次で2幕、先頭1番の島川振り切ってトップ抜け出す。ちょっと後方もつれました。やや2幕もつれましてアクシデントが出ています。レースはこれから2周目です。2幕ではアクシデントがありました。レースはこれから2周1幕です。なお3番の山本は落水のため失格です。1周2幕3番山本は落水のため失格となりました。進入はインコースから1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。スロー勢3艇まずまずのスタート。その中でも2コース2番の西島がわずかに覗いていますが、伸び返した1番の山本が振り込んでしまった。1マークではアクシデントが出ています。2艇アクシデントになりました。1周1マークです。スタートは前艇正常でした。スタートは前艇正常です。1周1マーク2艇絡んでのアクシデントになっています。レースは1周2マークの旋回です。なお1周の1幕1番の山本は妨害のため失格。1周1幕1番山本は妨害のため失格。また2番の西島落水のため失格です。3対3でインから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1番2番が覗いたスタートになりました。好スタートを決めた1番と2番が出ていきます。1番の旋回逃げる1号艇池本、まくりに行ったのは3号艇の前田、そして2番4番とバック側膨れながら3号艇の前田健太郎、その内側から1番2番4番と3艇固まっています。スタートは前艇正常でした。3号艇前田に一定審査、4番1番2番びっしり密集しています。さあ4艇でトップ集団を形成。これから2幕最内から先前は4号艇の浜本、続いて1番3番切り込んでホームガーです。先頭争いは4号艇の浜本に食い下がる3号艇の前田、その後ろでは1点アクシデントとなっています。先頭争いからじわり抜け出したのは4号艇の浜本、その後ろは3番1番が競り合っています。6号艇吉永は2マーク付近で落水のため失格となっています。実況でお送りします。ボートレース福岡うねり王福岡決戦バンガーアクション杯4日目を迎えました。現在の得点率トップは大場元明、2位に宮武英治、3位は松尾隆明となっています。準優ボーダーは 5.67 で予選最終日が始まりました。第1レース、なおこのレースに出走予定でした1号艇武富智明選手は病気のため欠場です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第1レース、外に行くほどスタート早いスタートですが、ここはどうでしょうか。1周1マークはアクシデントも発生してしまいました。2号艇のアクシデントです。1号艇の古賀がバックスレッジトップで抜け出していきました。ただいまのスタートはフライングがあります。ただいまのスタートのフライング6号艇の生田はみねがフライングのため返還欠場となりました。6番に関する投票権はどうぞ大切にお持ちください。なお2号艇の大豆湯田葵は転覆のため失格です。ボートレースクラス6日間シリーズのモーニングレース、朝からクラスヴィーナスシリーズ第21戦、本日予選の2日目の熱戦もレースは終盤カードに入ってきました。本日も残すカードはあと3つ。ただいまから予選特賞 A 第10レースを行います。なおこのカードは3号艇の大豆ユダ葵選手前半レースで負傷したため、この第10レースは欠場です。
そして60日の休み明け初戦、6番鈴木啓太、6コース、新入院から1番2番3番4番5番6番スタートしました。目立ったのは角から4番の海老沢、好スタート。 1,2 コース2人も十分なスタートなんですが、角から出ていく4番の海老沢が一まくり、その真ん中を5番のアルガが割る展開、絶好のまくり差しチャンス。ここは5番のアルガが展開捉えて先頭に躍り出る勢い。スタートは前提正常でした。まくっていった4番海老沢との首位争い、1番滝沢現状3番手、レースは1周にマーク、トップで戻ってくるのは5番のアルガ、4番海老沢ここでは離されました2番手、1番滝沢が3番手、5番4番1番と3人抜け出してきました。レースは2周目です。独走状態に入っている5番のアルガ達也が先頭、2番手めがけ内側から1番の滝沢競りかける、それを生かせて冷静に4番海老沢が刺します。後方では一定6番の鈴木啓太にアクシデントが発生しています。なお6番の鈴木啓太2周1マーク転覆のため失格、6番鈴木啓太2周1マーク転覆のため失格となっております。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。6コース後継の杉山、そしてスローの3艇が好スタートを切っています。そのまま1周の1マーク、まずインから先手1号艇の中野、サス2号艇の花田、2艇3号艇の下、後方では6号艇岸本が転覆している状況となっています。現在上位は1番3番2番、後方は4号艇5号艇5艇による競争となっています。なおスタートは正常です。ここでお知らせいたします。6号艇岸本優太失格、6番は失格となっています。1番2番5番伸びる内堀が4角です。外は3番6番4番の進入です。予選第4レーススタートしました。加藤さん号艇の内堀がフルダッシュ、5号艇の平田健之介も受け止めて先前に出るか、平田健之介1号艇抵抗、3号艇ところ4号艇岡部大輝の切り込み、6コースまくり差し、不気味に4号艇の岡部大輝、3号艇内堀殺生から1号艇の若めよりも10ワット出てくるが、1号艇の若めを踏ん張る、前提スタートは正常、4番3番が上位を形成、2号艇の田中健追いかける、内堀が外行く、また外来て1号艇の若めのところ、6号艇クロッと入り込んだ金子義明、金子挽回してきていますが、上位は4番3番4番体系で大時計前を通過していきます。金子が1号艇の若めを捉えて、2号艇の田中健も捉えて、6号艇の金子逆転があったか、2号艇切り返す、さあ1号艇おっと、あ6番1番これはヒヤッと絡んだアクシデント、2艇が転覆か絡むヒヤッとする場面も2号艇の田中健3番手入場であります。なおお知らせいたします。2艇が絡むヒヤッとするアクシデント2周の1マーク、1号艇の若めいただし、6号艇の金子義明選手、この両選手絡んで共に転覆の模様であります。予選特徴競争の9レースを迎えています。なおこのカード2号艇予定ですが、5号艇若梅選手が全レース浮上のため欠場、5に関する投票権欠場返還によりまして5走立ての戦いではあります。マクール杯争奪戦シリーズ開催3日目の攻防、いよいよ最終カードを迎えています。予選下特選競争の順位です。全レース負傷、このカード欠場しているのが3号艇の金子選手、3号艇に関する投票権は欠場返還ですのでご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。際どい状況です。インコースはこれはもうめり込み加減でありまして、加藤バックへ抜けるが、ただいまのスタート問題がありました。お知らせいたします。1号艇の加藤啓太はフライングのため変換決勝、1号艇はフライング、位置に関する投票権は大切にお待ちくださいませ。1番2番3番5番6番4番です。
タートしました。バラついた状態、うわー、6コースは危ない状態です。握り込んで1号艇浜本先見をただいまのスタート、問題がありました。お知らせいたします。4号艇の中道大輔はフライングのため変換欠場。4号艇の中道フライング、4に関する投票権は大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。8レース、スタートしました。3コースからトップタイミングが3号艇の小池、インコースからそれでも1号艇中野が先行し、2コース引いて2号艇坂井、真ん中はロード、3号艇の小池が旋回バックヘッドが後方で水しぶきが上がってしまいました。なおこのスタートは前提正常です。お知らせいたします。5号艇の縦向ゲージ転覆のため失格です。少しここもスロー水域深くなってインコースから1番、2番、5番、3番、4番、6番です。スタートしました。1コース、2コース、内寄りはちょっと際どいスタートになったか。1周1マーク、やや際どいスタートになって1周1マークからバックストレッチへと確定が移ります。早いスタートがありました。ファンの皆様にお知らせいたします。2番の新井照俊はフライング変換欠場でございます。2番の新井はフライング変換欠場です。2番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースから4番の山口いいスタートになりましたが、1コースから1番の大峰もスタート後は出ていきます。1周1マーク、逃げる1番の大峰、3番の村上のまくり届かず、内をつくのが2番の雲野、さらには4番山口、さあ逃げる1番の大峰、雲野のへ先がわずかにここでかかってきた。スタートは前提正常でした。さあトップラスに持ち込んだ2番の雲野、アウトコース1番の大峰、ここで並んで2マークの旋回、1番の大峰、さあつけまいでかわす、かわしました、振り込んでしまった、雲野にアクシデント、2マークアクシデントが出ました。レースはこれから2周目です。上位3艇はここで1番、4番、3番で2周目に入っています。なお2番の雲野は1周2マーク転覆失格です。2番雲野は転覆失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。準優勝戦第10レース、これはなんとフライングペイがあります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。この準優勝戦10レース、フライング艇が出てしまいました。お知らせいたします。なんと1号艇藤丸光一、2号艇郷原翔平、1番と2番はフライングのため変換欠場。1番、2番に関する投票権は発売額と同額で変換いたします。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。本番枠なり2対4です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。スロー2人はまずまずのスタートとなりました。スタート後 2,3 コース2人やや覗く形、その後は1番の中先前、3角から仕掛ける3番の桐本のまくり、受け止めたのは1番の中、懐甘く2番桑島、4番滝沢、2人飛び込んできました。スタートは前提正常でした。3角に持ち込んで仕掛けた3番桐本、この時最後方、レースは1周2マークへ、先頭争いに5番の長さまで加わってくる。トップで戻るのは4番の滝沢、一手後方では1番の野中にアクシデント、そして少し煽りを食ったか3番の桐本はなんとか構想を今再開するところです。なお1番の野中義雄転覆のため失格、1番の中転覆のため失格となっております。1番、2番、6番、3番ダッシュ、4番、5番です。が少し遅れています。スリット後ダッシュ分覗いていく4号艇の久田ですが、そのうち6号艇も仕掛けるか、思い切り握っていて4号艇の久田俊幸まくって、あとはまくり出して5号艇の山崎です。スタートは前提正常でした。ダッシュ勢2艇が上位争い、4号艇久田、そのうちからまくり出した5号艇山崎、へ先がチクリと入っていきます。ただ行き足では4号艇の方が上でしょうか。絞り込んでいきまして5号艇外に出していきました。後ろ2番、3番、1番、6番、2マーク、4号艇の内を狙う5号艇の山崎義明ですが、少し艇が跳ねました。4号艇の久田がトップ、ついて5号艇の山崎義明、3番手争いですが、現在2号艇今泉一歩リード、内から接近が3号艇桜本になっています。3番手争い定冠一定心です。2周の1マーク、
前は4号艇の久田、5号艇山崎、そして3番手のところですが、3号艇の外に行っていく2号艇の今泉となっています。3号艇が少し波で目先が浮きまして、2号艇今泉の全速戦、しかし3番手争いはやはり体重の分もあるでしょうか。3号艇桜本伸び強めです。レースは2周2マーク、4号艇の久田から5号艇山崎義明、3番手3号艇の外つくばい狙った2号艇の今泉になっています。さあ3号艇また少し手が跳ねている、2号艇の今泉相当強襲になりまして、まだまだ3番手サイドバイサイド続いていきます。インコース3号艇桜本、アウトコース2号艇の今泉、時計前では半分ぐらい前に出ている3号艇桜本です。3周1マーク、4号艇5号艇の後ろ、3号艇の桜本が先に行って、差しを狙うか2号艇の今泉、今泉ですが、へさき浮いて、あっとアクシデントがありました。2号艇の今泉にアクシデント発生、これに乗り上げた6号艇1号艇両者とも、構想は再開しています。ラストコーナーに向かいます。なお2号艇は3周1マーク転覆失格、2号艇はアクシデントで失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コース3号艇橋口真明がトップスタート、2コース5号艇渡辺俊介も好スタート、3コースから先攻め、3号艇橋口真明まくり出す、4号艇渡辺博樹、ちょっと6号艇杉江と2艇が絡んでしまいました。内側をすくって2号艇渡辺俊介、5号艇広瀬正彦、この両者の2番手争いとなっています。そして1号艇岸本も止まっていましたが、現在構想再開、なおスタートは正常です。1周の2マーク、3号艇橋口真明がトップターン、2番手争い内内5号艇広瀬正人、入りった2号艇渡辺俊介は3番手か、上位の体型3番5番2番です。ここでお知らせいたします。4号艇渡辺博樹と6号艇杉江、4番と6番は失格となっています。後半戦の競争、続いては8レースの一般戦です。なおこのレース1号艇で登場予定でした渡辺博樹選手は前半レース負傷のためこのレース欠場、8レースの1番は欠場、5選手による戦いです。1番2番3番4番5番6番の枠なりの3対3、1秒、今スタートしていきました。お知らせいたします。第8レーススタート抜きましてフライング欠場艇があるかも分かりません。第8レースは3号艇の倉谷和信がフライング変換欠場、3番に関する船券は全てお返しいたします。進入体系内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。内側の5艇がほぼサロナイスリッドとなりました。一周の1枠です。インカル先手は1号艇中村、サス2号艇島村、まくり出しは3号艇福田、内側ついたのは4号艇川原、外行ったのは6号艇中田、全速戦先頭ですが、わずかにここは3号艇福田が優勢、外を行った6号艇中田が2番手、3番手1号艇中村にへさきをかけようと粘る4号艇川原、なお6レーススタートは正常です。1周にマーク先取りは3号艇福田正和、外を行ったのは6号艇中田、内側1号艇中村、そして4号艇川原、ホームストレッチとあります。先頭は3号艇福田正和、2番手からは6号艇中田健太、3番手は1号艇中村が単独、3番6番1番、レースは2周目とあります。先頭は3号艇福田正和、2番手潜り込んできた1号艇中村ですが、進んでいく6号艇中田健太2番手キープ、そして1号艇の内側ついた4号艇川原が3番手並走状態に持ち込むか、内側と少し2艇が焦る格好となりました。上位2艇は現在3番6番という体勢、後方1艇アクシデントとなっています。レースは2周2マークです。現在先頭は3号艇福田、2番手は6号艇中田が構想となっています。レースはこれより3周目です。お知らせいたします。4号艇川原博明転覆失格、4号艇川原転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。6レーススタートしました。横一線綺麗なスイート体系、センターで若干へこむ格好となりましたが、1周の1枠逃げる1号艇6番、2号艇大口さす、攻めては3号艇の菊池、2番手から4号艇の松尾、5号艇の山本、6号艇の留本、踏ん張った先頭1号艇5番、2番手2号座して
やってくる2号艇の大口が近づいてくる。3番手は3号艇、4号艇接戦で一瞬にコーナーの世界でスタートを成長。トップ世界1号艇、5番、2番手コーナーアタックは4号艇の松尾。どうする？2号艇の大口外を行く。2段で行ったのは3号艇の菊池、インツコート、5号艇の山本健志郎。先頭1号艇、小和田候補。さあ2番手アウトを絞り込んでは2号艇の大口もすぐ後ろやってきた。4号艇の松尾、5号艇の為本、アウトを展開見せる格好。3号艇の菊池、レースは2周目の1コーナー。2番手先行策、2号艇大口外を行くのは4号艇の松尾。切り込んで5号艇の山本、間割ってはおっと3号艇に来て脱線となりました。2番手は2号艇大口、3番手4号艇の松尾。上代計は1二4となっております。4番手5号艇山本、5番手6号艇の為本です。ここでお知らせいたします。3号艇の菊池博士2周1マークにおきまして落選のため失格となっています。1番2番3番ダッシュ5番6番4番です。スタートしました。気持ち中へこみのスイット体系となりました。角から5号艇の先目が出ていきますがどうでしょう。1号艇先手を取るは今とまくった5号艇の先目に展開ズボッと6号艇の三宅バックへと抜けております。トップの線1号艇6号艇の接戦を踏ん張った先頭1号艇の今と2番手6号艇の先目3番展開レースを作った5号艇の先目後ろついては4号艇の三村。一緒にコーナーの世界ソートは成長。トップ世界1号艇の妹、2番手の6号艇の三宅、3番手4号艇クッタコブ三村の外行く5号艇の関見インツコート、3号艇田川大輝。先頭1号艇妹、2番手6号艇の三宅、前の2人は16体系。さあ注目は3番手4号艇5号艇の接戦はインに変わって5号艇の関見アドゴース4号艇の三村。レースは2周目の1コーナー。内が小さくて行こう5号艇の先見、差し返すは4号艇の三村、いや外を行った。内をついては3号艇の田川も顔を出す。さあ注目は3番手アドゴース耐えています4号艇の三浦。後方から近づいて5号艇の月見、3号艇の田川、最後方は2号艇の岡村です。レースは2周にマークの旋回。もう一度内から抵抗する5号艇の叫び、外外引くか差しに回るか、たった行きは失ったのは4号艇の三浦。内を作って2号艇3号艇ホームに帰る。3番手は叫びから逆転5号艇の叫び、アドゴース巻き返すは4号艇の三浦、内から3号艇田川2号艇の岡村。レースは残り1周。前の2人は1号艇の飯本、6号艇の三宅。3番手抑え込んで5号艇の叫び、インついて4号艇3号艇後方2号艇落ちて脱線。3番手5号艇の叫び俊介、上代計は165ラストコーナーの旋回と向かっていきます。ここでお知らせいたします。2号艇の岡村雅也3周1マークにおきまして転覆のため失格です。初日最終競争12レースマクール選抜 E コースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。スローザーッと1コース3コース、浜崎佐藤早いタイミング。現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。1コース1号艇浜崎、3コース3号艇の佐藤、早いタイミングとなってしまいました。ここでお知らせいたします。1号艇の浜崎純也、そして3号艇の佐藤優、1号艇の浜崎、3号艇佐藤、両名フライング返還欠場となりました。従いまして1号艇と3号艇に関する投票権全て返還です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第4レース、あまり差がないスタートです。わずかに外内が出ていきます。1周1マークはまず1号艇の和森、そして3号艇の八須がすぐにまくっていく。2号艇の藤田は引き波に乗ってしまいました。4号艇の倉持が後から外にいて、その5号艇の島田が差し、ここは1番と3番が突破争い。スタートは先手正常でした。逃げた1号艇の和森、まくった3号艇の八須、この2人抜け出して突破争い。3番手は混戦で、1周2マークは1号艇の和森がしっかりと回って、ここは3号艇に対して5号艇が接触をしてしまいまして、アクシデントが発生です。先頭は1号艇の和森が振り切りました。2番手は5号艇の島田です。なおアクシデントですが、3号艇の八須瑞希が転覆のため失格。3号艇の八須瑞希が転覆のため失格となってしまいました。